はい、今日はねイベリコ豚をね手に入れました。入手しました。まあただスーパーで買っただけなんですけどでもねスペイン産のイベリコ豚らしいんでね、ちょっと焼いていきたいと思います。はい、全部、イベリコ豚のね、これは多分なんだろう、なんていうんですか、バラ、バラの部分ですね。他の、ね、豚肉と比べると本当値段3倍ぐらいするよね。もっとするか。油がすごい。すごいね、油だらけだね。でもね、多分この油美味しいんですよ。南西イベリコ豚なんで。はい。多分ね、超ご飯に合います。うわ、美味しそう。CM で出てきたらもう。いや、美味しそうだね。先生。豚肉なんでよく焼きでいきましょう。めっちゃ美味しいから。めっちゃ美味しいから。めっちゃ美味しいから。これそう、塩麹でね、ちょっとね、味をつけました。味つけるのと、まあ、もともと柔らかいと思うんですけど、さらにちょっとね、柔らかく。いやー、美味しいでしょ、これは。はい、焼き上がりました。じゃあ食べてみましょう。熱いからね、焼けずしないように食べてね。じゃあ、いただきまーす。いただいていいよ。いきます。まずこのまま。あった。うん。うん、やわらか、うまっ、うん、ご飯食べた。でも塩麹の味になっちゃったね。でも向こうへ行く。あ、ほんと、うん、じゃあオンザライス、インザライス、オンザライス、うん、はい、うまっ。はい、イベリコ豚のこっちにロースの方、ちょっと焦げてきちゃったけどね。ロースの方なんで、食べてみてください、これ。これ。これ。熱そう。よし。じゃ食べてみます。いただきます。うん。どう？さっぱりしてる、脂っぽくない。さっきのところ言って脂っぽくないでしょ。うん。いきます。うん、うまっ、柔らかいね、うん、うまい。あと肉のうまみがすごい、うん、豚肉のうまみが、うん、オンザライス、うん、あれ？これ食べていい？はい、というわけでね、今日はねイベリコ豚塩麹で食べてみました。うん、めっちゃうまいね。うん、あの、なんだろう、豚臭みが、豚臭みがなくない、豚臭さ、うん、うまい、うん、コメントください。うまい。あ、そうだ、チャンネル登録1000人ありがとうございます。ありがとうございます。改めてね、また何回やろう。そうだね、1000人ありがとうございますのお礼の動画をあげます。はい、はい、はい、続きましてね、ラム肉、ラム肉をね食べてみたいと思います。ラムですからね、羊ですね。よくジンギスカンとかに使うやつですね。結構臭みがあるっていうんでね。さあ、子供はどうかなって感じなんですけど。あれでちょっと臭みを消す努力をしてみたいです。はい、食べてみて。いただきます。はい、ラム肉。
ふってした時点で臭いんだけど。そうでしょ。これがね、ラムの特徴なんですよね。どうですか？ほったくない？うん、酸っぱいね。柔らかい、甘臭くないんだけど、本当に。うん、まあこんなもんだよ。あ、ちょっと臭いね。でも俺は全然食えるけどね。食感がうまい、うん、柔らかいね。うん、うまっ。このでも俺酸味が好きでね。あっさでもあれだよ、あの北海道だとジンギスカンって言って、これを肉と野菜とね食べるんですよ。それがまた美味しいんだよね。はい、羊です。